津田岩木は、福岡県宗像市と恩賀郡岡垣町との境に、ある日本の城石、宗像市の居城。別名、津田が竹城、赤間山城、竹山城。標高369.3メートルの城山山頂にある。追記念は不明だが、11世紀代の第6代、宗像大宮寺宗像妙中が築城したと伝わる。 第五十四代胸形大宮寺胸形市春、第七十九代胸形大宮寺胸形市定が改修を行う。市定の改修は大規模なもので、尾根を削兵し、多数の車を造成。車群は、南北800メートル以上、東西1キロメートル以上に及び、福岡県内では屈指の大上格である。車の斜面には高いしがきはないものの切り岸になっており、その下方には、 世城盾堀としては、北部九州最多クラスの170条の盾堀が、設けられ、堀切蹴りと共に、尾根ずいに進行することが困難な構造になっていた。戦国末期に、宗形市定による、大改修と共に竹山の城と名付けられ戦国、大名の宗形市の居城となったが、1588年に、九州征伐の基土に立ち寄った、豊臣秀吉の命により、廃城となった。 この時に、倉や石垣を破却したとされる、浦部忠志の記録が残っている。現在目立つ痕跡は、本丸跡北側斜面に、水穴と南側にわずかに野らずみの石類が残る、のみであるが土塁、土類、掘り切り、縦掘彫りの痕跡は残っており、山頂付近では、登山に苦労するものも見られる。なお、二の丸跡に残る石垣は、1939年に建設された、 青少年修養道場、上山閣のものであり、宗方氏の城とは直接の関係はない。広崎八尾1995、福岡県の城会長者。ありがとうございます。